なあ、しかし見事なメニューだな。これは桐谷が一人で考えたのか？あ、それは少し協力してくれた人がいて。はい、これが忍びバトルの公式サイトだよ。マルタ渡り、水雲、鉄砲飛び。なるほど、どのコースもすっごく楽しそうね。これはどんなトレーニングにするか考えがいがありそうだわ。その気持ちはわかるな。やったことない競技がたくさんあるから、どう攻略しようかなって考えると楽しいよね。でも今から優勝を目指すためのメニューって考えるとちょっと大変だなって思ってたから、メイコが手伝ってくれて助かったよ。気にしないで、私がやりたいって言ったことだもの。ありがとう。でもメイコは本当にトレーニングメニューを考えるのが好きだよね。ええ。目標に向かって何が足りないか考えて、何をやるべきか考えて計画を立てる。そして一つずつ課題をクリアしていく。それって夢に一歩ずつ近づいている感じがして、とっても素敵じゃない？うん、わかる気がする。それで全部クリアした時にもっと成長するためにまた目標や課題を考えちゃうんだよね。つふ、はるかちゃんらしいわね。さあ早速トレーニングメニューを考えましょうか。まず、丸太渡りの子には体幹と腹筋が必要だから。そうだわ、両方同時に鍛えられる L 字懸垂はどうかしら。確かに効率はいいかもしれないけど、さすがに少しきつい気がする。それより片手で倒立してその姿勢をキープするのとかどうかな。確かに、ってそれも十分きついわよ。そうかな。あ、じゃあその人のおかげで皆さんに合ったトレーニングを考えることができたんです。人によって体格や強い部分、弱い部分が異なるので、実際にやりながら調整させてください。なるほどな。そこまで考え抜かれたトレーニング方法ならば、やはりやり遂げねばなるまい。かなり過密だけどな。まあ、やるって決めたことだしな。全力で行くぞ。